皆さん、風景印ってご存知ですか？風景印とは、日本全国の名所などを描いた日付印のことで、郵便局によって様々なデザインが施されています。長崎県内446箇所ある郵便局のうち、風景印を扱っているのは128箇所。今回のシリーズでは、その128箇所すべての郵便局で風景印を押してもらい、デザインされている場所を巡っていきます。洋介さん、おはようございます。さあ、今回は、はい、長崎の福田本町にあります福田郵便局、はいはい、長崎の代表的伝統芸能ペーロンと紫陽花、はいはい、そして稲佐山が施されています。じゃあ今回はこれを巡っていくと。はい、歴史が深い町ですので楽しいですよ。はい。記念すべき100個目の風景印は、長崎市にある福田郵便局の長崎の代表的伝統芸能ペーロンと紫陽花、そして稲佐山です。はい、福田の港に来ました、はい、福田はね、長崎が開港する以前に、はい、最初にポルトガル船が入港して開かれた町で、はいはい、そしてここにポルトガル船が停泊していた時に、いろんな探索をされて長崎港が発見され、はい、後に長崎港が開港、そしてその後福田のもう歴史が終わるんですけども、はい、ほんのちょっとだけここはポルトガルの町として栄えた港町なんですね。高知だったんですね。それでは早速風景印を探していきますと、その前にぜひ知ってもらいたいという広助さんおすすめの場所へ向かいます。せっかくですからね、海岸の方に行きましょう。海岸というか砂浜、はい、国道から降りてくるともうある意味プライベートビーチ状態なんですけども、実を言うとここが、はい、まあ、海水浴発祥の地と言ってもいいんでしょうか。発祥の地、うん、幕末から明治時代に居留地にたくさんの外国人さんが来るんですけども、はい、どこかビーチ、いわゆるビーチで海水浴したい場所はないかっていうところで、はい、選ばれたのがこの場所だったそうですね。福田本町のビーチがへえ。で、それまで海水浴という文化がなかったから、ここの外国人の、まあ、いわゆるコーラ星を見ながら、ああ西洋の人はああやって自分たち太陽に当てるんだということで姿を見て驚いていたという話を聞いてますね。まあ日本人は年中ね太陽に当たりますけどね、だいたい北欧の人たちなんか太陽の光なんか大変貴重ですから、はい、やっぱりこうね日光を浴びるっていう文化だったんでしょうけども、あ、いわゆる先駆け的な海水浴の、いい砂浜なんですよね、はい、結構足持ってかれますね。持ってきますね。いい砂ですねいい砂です、いい砂ですね。この電信柱を利用した、はい、見えるかな、旧福田海水浴場って書いてます残念ながら見えないです旧ってことは、じゃあ今はもうもう使ってないってことですね。へー、福田そんな歴史があるんですね。そしてですね、これもペーロンって伝統的芸能っていうのを聞いた時にすぐ思い出しました、はい、ペーロンの発祥の記念碑が立っておりまして、はい、ね、あ、確かになんか書いてますね。この、ね、450年前にね、福田におけるペーロンが中国南部から来ましてっていう、で今もね、はい、行事ごとになったらたくさんの人が集って競争をしてるわけですよね。へ、ここからじゃあ長崎広まって、広まったと言って もう過言ではないと思います。じゃあこの碑を持って福田のペーロン、ペーロンです、はい、こちらがじゃあこのペーロンの碑ということですね。でそのままね港の方に行ってください、はい、船越しに見える鉄塔3本が稲佐山ですよ。え、船越しに、あ、すごい稲佐山が見えた。確かにちょうど長崎駅と真反対のところになるんですね。はあ、いやポリ抜けて見えるんです ね。でも福田まで来たら、はい、まだまだちょっと紹介したいとこあるから、はい、奥に幕末好きな人面白いものがありますよ。幕末好きにとって面白いものとは、海岸線を南に進みます。いいですね、なんか海風が気持ちよくてね。もう外海ですからこの辺りはね、はい、砂は流れていくから、はい、砂浜じゃなくてこの石の浜になっちゃいますね。あー、なるほど。すごいですね、道路の真ん中になんか大きい
これは赤穂の木かな、はいはい、こういうブツブツがついてるのがこれが種ですから、はい、これがねもう東南アジアの方から流れ着いて、はい、長崎周辺とか五島とかにもねいっぱい生育してますけどね。あったかいとかあるんですかねこっちの福田がね。やっぱり生育しやすいんでしょうね。うーん、でちょうどね正面はねもう近代的な設備があって、はい、もうたくさんのボートが並んでますが、ここはね後から埋め立てた、まあ、いわゆるマリーナですけども、はい、昔の海岸線はこのままこの木が植わってる沿いに続くわけですよね、はい、でここからこのいわゆる他国の船を、まあ、警備していたわけで、はい、ここが一番最前線ってなるわけですから砲台が並んでたわけですね、はい、ここにここその砲台の名残って言うんですかね、石垣がここから始まります。あ、なんか確かに出てきましたね、はい、左側に石垣が出てきたでしょ。きれいに積んだ石垣があります、はいはい、ここにちゃんと看板がありますがね、4の台場ですから、はい、あと3、2、1という形でもう港の外にということで大変な防備をしていたんだと思いますね。いやすごいですね、こんなところにずっと最前線が組まられてたんですね。大砲が置かれて敵の船にもう向けていたんだと思います、はい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 、知りませんでした。福田というのはこういう長崎を守る最前線の、まあ、ある意味基地だったんですね。続いては福田郵便局最後の風景印アジサイを求めて海岸から町の内部へ散策を広げます。探してるけどなかなかないな。公園、福田本町公園、公園あるんじゃないかな。桜が見頃を迎えております。そうですね、4月の中旬なのでまだ桜が待ってますね。目指すはアジサイです。アジサイですか。この辺の植え込みってなんかアジサイですよ。アジサイだって6月ぐらいですよね、うん、だからそろそろもう準備が始まってるので花の準備を、こうつぼみ膨らみがあればこうこのアジサイと似てくるんですけど、これは全部アジサイになるんですか。アジサイの葉っぱですね。ちょっとつぶつぶ感が、つぶつぶ感まだ膨らんでないぞ。ないの。あ、これほらつぶつぶ感、もうすぐ咲きますってやつですよ。ほらアジサイが、アジサイ、じゃあこれがじゃあアジサイ、あと1ヶ月2ヶ月でアジサイですので、はい、こんな感じに風景のように花開くのはあと2ヶ月後かな、はい、こちらが福田郵便局のアジサイです。アジサイ、これで福田郵便局終わりです。はい、お疲れ様でした。というわけで100個目の風景印は長崎市にある福田郵便局の長崎の代表的伝統芸能ペーロンとアジサイ、そして稲佐山でした。